どうも、6面ステーションの6面とシマディと坂薙です。ネットフリックスで最近配信されたイカゲームというドラマ知ってますでしょうか。イカゲームっていう韓国ドラマがあるんですけど、はい、内容がね、債務者を集めてそこでなんかデスゲームさせて勝ったら大金がもらえるよっていう、見てて思ったんですけど、うん、俺これもしかしたら出るかもしれないなイカゲーム参加させられちゃうかもしれないって思って、そっち側現実と一緒になっちゃった、なっちゃったこんがらがってるイカゲームが配信始まった日に、うん、一緒に見てたんだけど、うん、見終わった後に、うん、こいつが俺もう借金したくねえわって言ってこのままだと6万ステーション全員イカゲームに参加させられることになるので、まあそうだね、はい、否定はできない、ね、否定はできんわということで、ここで一回予行演習してきましょう。なるほど、はい、今やっとけば他の参加者たちより有利に、うん、ゲームを進められて、うん、生き残れるので、はい、今回するゲームはイカゲームです。まあ、イカゲームっていう、うん、まあ、韓国に実際にある、まあ、子供たちがよく遊ぶ、うん、遊びなのかな、多分ね、知らんけど知らんけどあっちではすごい有名っぽい。まだ見てない人は見てください、はい、とりあえず、まあ、はい、見てください、おもろいんで、はい、で見れない人はマジでね、俺らのイカゲームちゃんと見た方がいい。あれでしょ、ネットフリックス入るお金がないってことでしょ俺らより下ってことだからマジで見た方がいい、この動画無料で提供してるから無料で見れるイカゲームね、うん、はい、じゃあまず何しますか。あれあれ、待って待って、ちょっと待って、お前待って待って、こんなことある、すごいことが起きてます。イカゲーム知らない人からしたら分かんないかもしんないけど、これ丸三角四角、これイカゲームの主催者の仮面モデルの公演ですか。待って、ここモデルじゃん絶対、すごい、やばい、イカゲームファンの皆さんぜひ来てくださ い, いまさかこんなとこに運営がいたとは見られてるね。いやそうだよ、もう俺ら監視対象じゃんはい、じゃあ早速やっていきましょう、はい、ルールの説明どうします。じゃあ一回ちょっとフィールド書いて説明しましょうか、うん、はい。そのゲームは地元でイカゲームと呼ばれた。地面にイカのような絵を描くことからついた名前だ。ルールは簡単。ゲームを始める前に攻撃と守備、二手に分かれる。線の中の守備チームは両足で、外にいる攻撃チームはケンケンで動く。クリス松村だが、守備の隙をついてイカの胴体を横切れば、攻撃チームだとしても両足で動ける。アメンオサ、なぜかわからないが、成功したものをアメンオサと呼んだ。最後のバトルの準備ができたら、攻撃チームはイカの絵の入り口に集まる。攻撃チームが勝つためにはイカの頭にあるエリアに立たなければいけない。その時、守備チームと揉み合い、線を踏んだり、外に出ると、死んでしまう。そう、死ぬのだ。勝利を収めたら万歳と叫ぶ。はい、ルールは分かりましたでしょうか。攻撃と守備で分かれて、あっちまで行けば勝ち、そう、あっちまで行けば勝ち、で何でもあり、この中では本当昔のゲームだから、これ殴る蹴るあり負けたら死ぬって思ってやんなきゃ面白くないかも。まあそうだ ね、このゲーム負けたら死にますどういう組み合わせでやります。でも俺シモディとやりたくない、思ってない、死ぬもん、死ぬもんね無差別だからこの格闘技。じゃあ一旦試しに俺と坂薙で戦う。そうだね、まあ、それじゃあ始めます。第1試合よーい、始め。本業、本業、本業、アクスター本業ちゃんと来いよ、
入っていいんでしょ。うん、あ、そうなの。アメオさん、アメオさん、アメオさん、ルールの確認してたのに。いや、ルールの確認も終わったから。まあ今魚投げはアメオさんできたんで、両足でここは移動してセンターを目指します。なんか持ってって準備してね。準備してるね。持ち込み OK なの、このゲーム。あれ戻ってきたけど。俺がその線から出たわけ。じゃあそこに行かしてください。嫌です。行かしてください。嫌です。お願いします。絶対に嫌。お願いします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 。なんで悪いって言ったよね。なんで悪いって言ったよね。俺のおかげ。俺のなんで悪いって言ったよね。なんで悪いって言ったよね。なんで悪いって言ったよね。俺は勝たなきゃいけないし、俺は勝たなきゃいけない理由がある。で、根拠根拠万歳大地勝者魚木。イエーイ。持ってきてたんだ家からこっそり。だから遅かったんだ。おいに入れてわざわざ。そう、ここで使ってしまった最終的を。力技で勝つのはね、多分無理な気がする攻撃側。だとしてもだいぶ卑怯だったけど。そうか、うん、マジでクソみたいな感じ。緊張感はあるね。あ、うん、楽しみだ。俺はとりあえずいいや。俺もいい。俺もいい。俺の相手どっちだろうな。こっちが進化じゃんけんする。じゃんけんで決める。じゃんけんで決める。だったらお前じゃん。えい。一応ちょっと安全のためコーンは外しますね。安全のためちょっとだけ外させてもらいます。よくね、安全のためこれつけて。なんでちょっとでもメイド要素立とうとすんねん。せっかくメイド以外の服着れたんだから今日。2200円の上下2200円のかっこいい。よくない。かっこいい。かっこいいでしょ。もうギャップがある。すごい。キメン君が攻撃、僕が守備でやっていきたいと思います。はい、僕はもう負けられないですね、さすがに太ってる身としては。ちなみに僕はあのアメリカンフットボールで大学推薦で行きました。さあ始めましょう。はい、はい。最悪の戦いだ。最悪の戦いがここにある。怖くない？怖くない？どうやって行こう。あ、いったすごい。いったえ、やばくない？やばくない？手加減してる？殺さんように手加減してる？本気出すわ。いや、ここまではね、うん、いけるんですよ。ハハ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 。優勝決定戦じゃない。そうだね。そうだわ。俺が守りかよ。そうだよね、下でまだ攻めやってないもんね。じゃあいきますよ。お願いします。さあさあさあ、こうしとけば絶対。End of! End of!
メンオサ。早く立たないと。すごいごつい太くなってしまって、本当に朝守ってよかった。ありがとう、俺。これめっちゃ子供見られてる。こんな25歳、気ならないでね。こんにちは。まただ財布だよ、俺の。どうしたこれは上草ってとこに住んでました、この人。個人情報は、マイナンバーカード全部写したんやけど、マイナンバーカードこれ、こうやってればモザイクかけづらいやろとかやってて、不要なんだ。これを見たあのイカゲームの制作者さん、後からこの動画を案件にしてもらって結構なのでお金ください。後から案件。URL 貼っとくんで。概要欄に。